サクボよく絞ってて、今の守備とか久保さ、サクボ素晴らしかったですね。サクボが中絞って、右サイド開けてるけどなんだ、スカウティングであんまりサイドチェンジ良くないみたいなチームっていうのは出てんのかねこんだけ大胆に右開けるって。で相手も右開いてるの見えたけど、あんま蹴られてなさそうだもんね、今の。 相手がね、3枚でやってきたときにね、久保がサイドバックを切りながら降りていく中盤の方に今行ったからね、一人やっぱ久保が一人で2人消す守備、効いてるなって時ありますよね、こうやって見るとね。今とか逆サイドのサイドバックに、上がってきたサイドバックに振られないように戻ってるしね。久保の今、あの、マイナス使われないようにあの止まったのとかある、ね、対人戦のフィーフバーやるときにやるやつだな。縦に行かれるのはいいからもう。 今も最初に中をね、絞って優先順位間違えずにやって、で、その後サイドバックに合わせて戻りながら、今度外から打ち切ってって、みたいな。基本中りの優先ですね。もう、あの、ハイプレスで中に追い込む守備もありますけど、4、4 2だとダブルボランチでサイドハーフが出てったら横空きますからね。 中に誘導する守備だとちょっと、中がスカスカなんで苦しみますね。で、久保、たぶんね、まあ、スタミナかなり見えるけど、めっちゃ走ってると思うよ、その走行距離みたいの見てないけど、右サイドアップダウンしてサイドバックついてきながら、ツートップの後ろのボランチも抑えにいってるし、相手のボランチ降りてきたとき、サイドバック切りながらボランチとか、前の守備もしてるでしょ。やってる仕事量多くて、でそれであれじゃん、カウンターの起点になって、ボール長い距離運ぶじゃん。 結構しんどい仕事してるけど、久保のうまさのせいでハードワーカーに見えないみたいなさ。なんかそのね、この間、レオザ学園の放送部で言ったけど、そう、解説者 PCR みたいな、久保建英守備できないって言ったら陽性だなみたいな、ね、そういうのありますよね。一つの指標で。あとは、<laughs> かこれね、切り抜きとかでタイトルつけんなら、ダメな解説者を見抜く方法みたいなね。<laughs> 久保建英守備できないって言うみたいな。 ね、アップダウンの強度が、あのー、試合後半になってくると足りなくなってきたりとかそれを続けさせられた試合の中で精度が落ちるとかそういう風に言うんならいいけどね守備できないとか強度が低いっていうのはちゃんとコースを切りながら行くタイミング考えてるからあのただガツガツいって後ろ連動してないって守備をしてないみたいなそういうところをね全部すっ飛ばして言ってる人多いから、まあ、久保もかわいそうだなと思いますけど、まあ、久保はそんなの気にしないでね自分と向き合ってるでしょうね Vision. Watching your every smile, like your television. In your eyes, I see myself falling Make it make sense, it must be the temptation speaking. What am I supposed to do? Cause it feels so good.